アラン・ド・ドリゲス・デ・ソーザは、ブラジル・ポルト・アレングレ出身のプロサッカー選手。ブラジル・セリエ A ・アトレチコ・ミネーロ所属。ポジションは MF。SC ・インテルナショナルの下部組織出身。2015年夏、プレミアリーグのリバプール FC に50万ポンドで移籍。2015年9月、ベイッカウスリーガの聖内ヨエミアルカ・パロケルホに短期レンタル。クオピオン・パロセウラ戦で、 初ゴール。最終的に8試合に出場し、クラブのリーグタイトル獲得に貢献した。10月にリバプールに復帰。2016年1月、ジュピラープロリーグのシントトロイ VV にレンタル移籍。2016から17シーズン始め、労働許可証取得のためリバプールに復帰したが、許可証取得は認められなかった。2016年8月、ヘルタ・ウェルリンに、 レンタル遺跡。2018年7月25日、アイントラハとフランクフルトにシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2019年2月15日、フルミネンセーフシーにシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2020年1月9日、アトレチコミネイロへ完全遺跡が発表された。 最後まで英国での労働許可が降りることはなく、リバプールでの在籍4年半で出場は例に終わった。ありがとうございます。